おはようございます。3日目です。なんかめっちゃ湯気出てんだけど、何それ、ブクブク言ってんねんけど、何これ、うわ湯気すごい、すげえ、何も見えへん、すごいな、あんなんなってんやな、ここからお湯沸いてるかもしれへんな、見えへん、あ、でもブクブクしてる、ほら、はい、ブクブクしてる、棍棒に囲まれてるやん、花棒だ、花棒や花棒とか、なんか書いてあるな、金運、金運神社、神社行ってみる？行きません、行きませんか、わーすごい、ホワイトオル、すごい、この白いのは土なの？はい？硫黄の塊？すごい、匂いがやっぱ硫黄の匂いするわ。あれなんて書いてあんの？あの上のこれ、これ地獄は読めんねんけど、なあ一番下がなんか、え、上か、一番上になん、何地獄って書いてあんの？すげー、おー湖みたい、あ、これが足湯につながってんのかな、もしかして、そんな気する、すごい景色綺麗やな、うん、うわ、あ、甘い、あるある、まだ奥ちゃう、結構多分いっぱいいるんちゃうかな、他の人、すごい濁り湯だ、濁り湯やな、足元がちょっとぬかるんでるわ、気つけてな、私も気つけんと言うてるやん、わーすごい湯気出てる、湯気出てる、よいしょ、天然足湯すごいね、よいしょ、じゃあちょっと、あったかい、砂がすごいあったかいわ、砂がジャリジャリしてるけど気持ちいい、私もこっち行こうかな、ぬるぬるしてる、ぬるぬるしてる、左側、よいしょ、合計されたかずっこけたらおしまいやかな、気持ちいい、ちょっといられるわ、私こんなあかんわ、砂がすごい、よいしょ、そこ、あ、ここあったかいわ、あ、ほんまや、暑い、ここ暑い、こうやって見たらめっちゃ暑い、あ、めっちゃ暑い、すごい、ちょっと向こう行くともっと暑いんだ、わぁ、湯気がすごい、
意外と透き通ってんねんな、うん、下は見えるっていう。なんかポコポコあのモヤモヤしたものがいてるのなんない。あ、すごい硫黄の香り、すごいなこれ。迫力すごいな。うん、迫力すごいな。うん、写真では伝わらんな。そやな。あ、なんか濃くない？ここなんか濃い気がする。泡泡が色濃いな。うん、なんかグリーン入ってんな。うん、エメラルドグリーン。入浴剤や入浴剤みたい。あ、綺麗に見えるわ。すごい綺麗に見えるわ。うわー、帰りまーす。最終日、今日帰ります。え、でもどうせならラーメンじゃない。いや、ラーメンめっちゃ食べてきた。他になんかあるかな、見てみる。いろいろ、いや、いいね、いいね、なんでもいい。なんか見てみよう。あ、あそこにあれがある。マハバタケ牧場か、ラーメンか。これいいよ。花畑牧場行く？チーズ、ラクレットチーズ、面白そう。花畑牧場は、なんか、キャラメル、生キャラメル流行った時の。あ、はいはいはい。有名なとこ。ここ行く？うん。27番。はい。27番の。あった。左。ここや。並ぶか。ラクレットチーズラテにしよう。他にあるんちゃん、なんかいろいろ違うんか。でも美味しそうやな、それ。お疲れ様でした。いかがでしたか。いかがでしたか。1日目はじゃあまずどこが印象的だったですか。1日目は駅か。駅は何やろ、何やろな、行き普通はラーメンやな。ラーメン、そうやな、ラーメンやな。ラーメンにの行列に並んだあ、やっと移動ちゃう。移動が、移動がしんどかったし、でもなんかあのチケット取って、うん、乗るみたいな。うん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 。で、一応1両目で出るっていうのが、うん、田舎の電車やなって出してたもんな。田舎の電車やなって思ったそういう電車乗るの初めてやったから戸惑った。そうやな、大変やったな。それが一番ちょっと1日目やばかったもん。2日目ビュッフェして、うん、熊牧場や行った。そうですよ、熊牧場が、うん、牧場じゃなかったってクマ園やな。クマ園やな。完全にクマ。あれ乗れたんよかったな。あー、なんだっけ、もう乗れるじゃない、なんだっけ、ケーブルカー。あれ乗れたんだ。あれ乗って、で、温泉街の周りにさ、もみじとかさ、結構あの、秋を彩るような景色が見渡せて。そうやな、あれめっちゃ綺麗やったな。うんうんうん、で、着いて、その、あの、コグマとか見て、うん、見たな、コグマな。で、クマにお菓子あげたりとかあげてたな。それで、くったらこ、そう、出た、くったらこ、よく覚えてたやん、うん、よかったな、くったらこ。なんか景色もずっと良かったしな。それ恵まれとったの。あれな、ほんまにな、うん、なんか、曇りのち晴れ、晴れのち曇りみたいな感じで言われてたんやけど、うんうん、確か、うん、あ、そういうことか。やねんけど、うん、普通に晴れたな、全部。で、くったらこ見て、うん、帰りに海鮮丼食べた。帰りやっけ、あ、そうやな、帰りや、うん、帰りに海鮮丼
ちゃうかな、うん、あれね、なんか寝て遅く起きちゃったやつって2日目、ああそれ3日目や、3日目か、あれ2日目川牧場、あ、川牧場で帰ってきて疲れて寝たんや、そのお昼寝したんや、お昼寝したらなぜか7時に起きて、うん、で卓球しようって言ってたのに7時に起きちゃって、うんうん、7時やっけ、そうそう7時から卓球して、はい、してでご飯食べに行って、ご飯食べてお風呂入ったんや、そや、うんうんうん、そんな感じだ、そんな感じだった、で寝て、で寝たんや、で3日目、3日目、3日目はちゃんと起きて、うん、ちゃんと起きてちゃんと起きてで、ビュッフェ行って、うん、ビュッフェ行って、準備して準備して天然足湯に行くために、そう地獄谷に見たり、そう大湯沼、大湯沼に行く前に、うん、漏らしてお湯の前に行く前にふにゃじ漏らしたな、うん、住んでてさ、住んでてあるんじゃない、途中さすがに、え、来たな、できた、うわ、キノコ、こんにちは。足湯です。はい。まっすぐで合ってます。ありがとうございます。はーい。優しいわ。これはまだまだでしょ。なんで？大丈夫か？どっかでちょっと座る？おならはどうぞ。もう硫黄の匂いがわからんからきっと。大丈夫？マップ見てみる？こっち行ってないか、ないね、こっちないな、いける、大丈夫だよ、戻る、うん、大丈夫、かけ怖い、痛い、戻る、戻ってトイレ行く、戻って間に合うかわからん、ちょっと今出そうやもん、やだ座る、いっぺんどっかで、どっかで、どっかちょっと広場で、衝撃的すぎた、でいちごちゃんがパンツ買ってきてくれて、うん、で着替えてでその後にちゃんと足湯に向かうのを再開して、うん、もろ、うんうん、で足湯で結構遊んだ、うん、そうやな、うん、足湯は結構ぬるめやったな、でもあの滝のさ、うん、強めの方、うん、なんていうの、上流の方行ったら結構あったかかった、あの土の下が、うん、土の下、土の下が暑かった、足の爪にめっちゃ砂入った、砂入ったな、めっちゃ汚かった、あれ、あれめちゃくちゃ大変やった、ちょろっとして全然取れへん、爪で取っても取れへんっていう戻ってきた時にでもう一回表面から大湯沼見たらもう衝撃的で、大湯沼は景色ランキング1位やった、うん、そうやな、あれが1位やな、で、そう、その後にでっかい、ランキング1位のお風呂に、あ、そう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 、あの登別の中で一番人気の日帰り温泉の中のランキング1位の温泉かな、温泉、そうや、あれ広かったな、1位の、うん、なんで1位なんやろうって思ってたら、分かったな、1位行ったら1位やったもん、こりゃ1位やわ、こりゃ1位やわって、うん、で、今日、今日朝起きて、バス乗って、そう空港来た、終わり、終わりや、帰ったら終わり、今日はもう何も、もうほぼ移動やな、もう帰るだけやな、帰るだけやな、じゃあ、このことを踏まえていかがでしたか、このことを踏まえて、うん、全部、今思い出したよ、あー、一番なんやろな、やっぱり旅行は友達と行くのが一番やと思った、うん、ありがとうございます嬉しいです、一番それかな、思っていただいて、もう思った、ほんまに、あ、一人もいいんやけど、うんうんうん、結局友達と行くのが一番楽しいわ、あ、共有できる人がさ、うんうんうん、いるって大事やん、うんうん、その楽しさを、楽しみ、うんうん、それかな、一番思ったのは、
そうやっていただいて、いただいて、いただいて、ありがとうございます。嬉しいです、そうやっていただいて。いえいえ、誘ったのに来てくれてありがとう。こちらこそ誘ってくれてありがとう。突然やもんな、私、うんうんうん、突然ふと私が言い出したから、そしたらいいよって普通に言ったからびっくりして、うんうんうん、やったーって言って、うん、って行くことに速攻決めたよな、行く日、うんうん、3泊4日でしたね。そう、3泊4日、うんうんうん、ちょうどいい長さやったな、うんうんうん、まあまあ、もうちょっといてもいいかなぐらいやけど、まあでも満喫できた、できたな。じゃあ何時なの、行くわ、うんうん、そろそろ、じゃあ行ってきまーす。私だけ先帰ろう。元気でね。元気でね。多分次は、ま、連絡して次はゲームする。ゲームする、うんうん、誘って、また私も誘うと思うけど、うんうん、じゃあね、ありがとう、ありがとう、じゃあね。これ、あ、若者が握手でバイバイすることなかなかない。なかなかないな。バイバイ。また多分。元なんかからここる。あ、そうやな。うん、多分京都帰るからまた。あ、そう。わからんけど、わからんけど、その時は誘うわ。はいはいはい。じゃあ、バイバイ。おやすみ。バイバイ。バイバイ。気をつけてな。バイバイ。ということで帰りたいと思います、東京に。では移動。ということで成田空港に着きました。私は今から、家に帰りたいと思います。ちょっと時間かかるので大変ですが、頑張って帰りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、何か旅行行くことがあれば動画にしたいなと思っているので、よろしくお願いします。では犬塚いちごでした。おやすみなさい。